も水泳大会はやってくれました。はい、恒例の障害物レースです。やってまいりましたね。やっぱりね、期待してるお父さんが多いと思うんですよ。そうですよね。まず前鏡になった胸元ね。あ、谷間ね、うんうん、そして下から煽るカメラね。あ、プッチンいいよ、やんなくていいんだ。お前はいいの。もうチェックポイントは山のようにありますからね。たくさんありますからね。はい、はい、早速、出場選手のトップバッターにね、はい、意気込みなどを伺ってみたいと思いますが。そうですね、赤組は、はい、西田ひかるちゃん、ね、今まであの粉がなかったから、うん、あれが結構大丈夫かなとか思ったりする。いやもう水の女王だからそんなことない。大丈夫大丈夫、土台がいいからね。土台がいい。飯島どうですか？もうダメ、心臓がドキドキする。いや飯島 の場合はね、あの全国のお父さん期待が高いよ、うん、カメラさんなんてもう構えてますからね。さあそして白組、島崎和歌ちゃんどうですか、自信のほどは？これはそうですね、根性入れて頑張りたいと思う。若、髪の毛も切ったじゃないの。切っちゃったんですよ。すっきりよ。水泳大会のために。さあ、そしてココの三浦。三浦ちゃん。頑張ります。頑張る人が前髪ワンレント坂になって張り切らないもの。綺麗にセットしてるもの。いや大丈夫、崩れるよ。大丈夫です。大丈夫、崩れても平気？大丈夫です。そっか、残念ね、もったいないわね。それじゃあ、スターターの方、よろしくお願いいたします。よーい。スタート。頑張れ。一斉に、西田ひかるちゃん。早く丸太に乗るんだ。あ、ひかるちゃんが丸太の上に。バッカーも頑張って。三浦ちゃん、あ、飯島さんのお尻が今アップですね、きっと。飯島のケツっぺたが、西田ひかるちゃんの水着の後ろが透けてますね。あ、ちょっと危ないですね。エッチですね。エッチですね。さて続いては浮き輪です。三浦が、ね、丸田も渡っております。三浦ちゃん頑張って。赤組早いですね。早い早い。バッカー頑張れ。さあもう赤組は雨のとこまで行ってしまいました。あとはキャッチーを取るだけですね。2番手のリボンが、はい、長崎と加藤がスタートいたしました。三浦の紐が取れてしまいました。危ない。
姉だお前、姉だバカ殿様じゃねえんだからよ。羽田ちゃん白い動乱が素敵よ。こんなお前いいな、なんかこんなんないつもりは汚いよこんなんがお前。でもさ、私もさ、みんな同じ競技やったのになんで羽田ちゃんだけこんなに汚れなきゃいけない。こいつ汚いよ。でもこの根性はいいよ。いいぞ、美味しいぞ、美味しいぞ。三浦大丈夫だったか、途中で紐取れちゃったけど。ダメダメ、こりゃな、カメラさん撮っといてほしかったな。と、ね、撮れてんのかな。ほら、ワンレント坂があんなに乱れている。セクシー。こっちは、比較的綺麗ですね。なんか、かわいくない？かわいいね。ほら、かわいいよ。本当ですか？一応考えて作ったんですよ、これ。考えてねえよ。お前ら長いよ、この飴が。舐めるまでが、食べるまでが。手振ってる場合じゃねえよ、みたいな。さあ、というわけで、結果発表なんですが。はい。点数的には4対4なんですが、はい、進んでたのは赤組の方がちょっとリードしたということで早かったですね。はい、障害物レースは赤組の勝ち。